はい、どうも皆さんこんにちは。海辺の工務店気ままチャンネル S クラフトの新原です。今日ご紹介する間取りですね、平屋の間取り考察動画41弾ということで、過去40本もね、いろいろ間取りを作ってきたんだなと改めて思います。で、今回記念すべき41本目ということもあってですね、自分自身が最も住みたいと思えるコンパクトハウスという間取りを作ってみました。過去の一番人気の間取り考察動画9坪インナーガレージ付きっていうのがベースにはなってます。あれも自分が住みたいなと思った動画なんで、あれをさらにブラッシュアップして出来上がった間取りが今日の間取りということになります。そのためこの建物に住むというコンセプトはですね、完全一人暮らし、自分ですね、自分が住むと。そうすると、特に趣味があまりなかったりとか、日中休日は基本的に家にいないと。そうすると家に帰ってきて、寝るだけですね。基本的にはそんなイメージ。あとは時間があれば夜タブレットで映画を見たりとか、YouTube 見たり、あとパソコンやったりっていうことぐらいなんですね。そうすると間取りがね、非常にやっぱりシンプルになるんですね。で、収納もきちんと確保していると。もちろん洗濯物を外へ干すなんてことはありえないので、完全に部屋干しっていうイメージになります。これは賛否両論あるんですけど、自分自身は洗面所の中にトイレがあるっていうスタイルはね、全然大丈夫なんですね。今までコンパクトハウスシリーズをたくさん間取り作ってきて、実際建築している建物もあります。その今現在できる集大成ですね、それが平屋10坪インナーガレージ付きプラスロフト付きという間取りになりました。しかも今回ですね、建物のすぐそばに小屋キットタイニーを設置すると、一坪のタイニーですね、自分のスノーボード用品とか靴とかそういうものは全部そこにしまうというイメージになります。さあ、それではどんな間取りになったのか、気になる間取りぜひご視聴ください。それでは早速建物間取りの方を見ていきたいと思います。もう完全にイメージはですね、このようなちょっとした郊外にある建物というイメージでレイアウトしてみました。建物の大きさはコンパクトハウスシリーズ11坪ですね。さらにロフト付きという形になります。外構レイアウトもこのような形ですね。非常にシンプルで、なおかつちょっとね、おしゃれな感じ、ちょっと可愛らしい、こんな感じの建物を求めて自分はレイアウトしてみました。はい、それでは建物の方をじっくり見ていきたいと思います。今回はですね、このように郊外にある、そんな感じのイメージでレイアウトしています。建物の大きさは平屋11坪ですね。さらにインナーガレージ付きと。そしてここですね、小屋キットタイニーがあります。この建物があることで、趣味の部屋としても使えますし、物置としてもね、しっかり使えるという形になります。このインナーガレージ付きの建物に対して非常にコメント多いのはですね、ガレージから建物の中に入れる扉をつけた方がいいと、玄関とは別で。ただ今回ですね、間取りのレイアウト上それはできなかったので、このように玄関からインナーガレージに行き来するという形になります。建物の外観をじっくり見ていきたいと思います。はい、このようにね、非常にシンプルな切り妻の形になっておりますね。窓の数もそれほど多くないと。外壁は洋業系のサイディング、そして屋根はアスファルトシングル設定になっています。さらに小屋キットタイニーですね。エクステリアのデザインは、オープン外構という形で、このように特に大きなフェンスとかそういうのも設けずに、このような感じで道路からそのまま行き来できる、こんなイメージで作ってみました。建物の特徴としては、もちろんインナーガレージがあると。さらにその上にはここロフトが広がっている。インナーガレージの奥、扉ありますよね。ここは外から使える収納スペースになっています。そして玄関ドアは引き戸ですね。平屋なので基本的にドアは全部引き戸にすると。この玄関アプローチからこのタイルを取って玄関に行きます。さらにここから小屋の方ですね、この小屋タイニーの方に行くこともできると。一つ言うならば、
このインナーガレージですね、大きな車を入れると少し飛び出てしまうかもしれないですね。乗用車ぐらいというイメージだけど、実はね、自分はこういったシンプルなスタイルがとても気に入っています。それでは間取りの方を見ていきたいと思います。はい、まずは敷地のレイアウトを見ていきましょう。ここからここまでが敷地になっています。ここに建物があって、ここに小屋があるというイメージですね。今回こちらが建物の間口になります。玄関こちらなので、建物の間口ですね、 6.37m と、奥行きが 7.28m、 合計で11坪の建物になっています。はい、ここにロフトがしっかりと設置されています。おおよそ6畳。1階リビングの上部はこのように吹き抜けになっています。この引き戸の玄関を入ると、玄関ホールですね、右側に収納、そして左側に洗濯機スペースという形になります。玄関からリビングはオープンになっていて扉はありません。リビングは 11.5 畳、まあ、リビングというかキッチンですね。 L 型のキッチンがあって、ここに食器棚、そしてここに冷蔵庫、こちらが掃き出しの窓で外に出ることができると。ダイニングテーブルがあって、この窓からガレージを見ることができます。そしてここにも窓があります。リビングの奥には寝室ですね、 3.5 畳の寝室、その中にここ収納スペース、クローゼットがあります。リビングからここの引き戸を開けて入ると、洗面脱衣室、そしてトイレと、さらに奥には 0.75 坪のユニットバスという形になります。吹き抜けからそのまま階段を上がっていくとロフトになりますね。ロフトはこのように広さ6畳。今回ロフトにテレビを設置してみました。というのも、基本的に自分はテレビ見ない人間なので、まあ、テレビ必要ないんですけど、一応ロフトをリビングとして使うというイメージですね。さらにこの扉を入ると、ここの階段下が外部からの収納スペースになっています。間取りを上から立体的に見るとこのような感じになっています。はい、こちら玄関ホールになります。下側の収納には洗濯機ですね、そしてこちらの収納には掃除機を置いたりキャリーケースを置いたりという場所になっています。靴はどうするのっていうと、靴はこちらの小屋の方で収納するイメージになっています。メインで使う靴はこちらに2足ぐらい出しておいて、その他ね、普段あまり使わないような靴は小屋の方にしまっておくと。玄関ホールからリビング入ります。このような感じですね。 L 型のキッチンがあって、上にも釣り戸棚があるため収納は十分と。さらに冷蔵庫、こちらにカップボード、電子レンジ置き場、そしてダイニングテーブルですね。もうリビングはこれだけ。ここの引き戸を入ると、はい、寝室ですね。3畳の寝室、そのためシングルのベッド1つ置いてあります。ウォークインクローゼットですね、ついています。下の引き戸を入ると、こちら洗面室ですね、洗面脱衣室、そしてトイレがあると。その下には 0.75 坪のユニットバスという形になりました。ロフトはどうなっているのかというと、こちらロフトですね、ここは吹き抜けになっています。約6畳と、壁掛けのテレビがあって、大きなソファーがあります。ここのソファーでね、ゴロンとして、まあ、テレビを見る、本を読む、ここで別に寝てしまってもいいかなという感じで作ってみました。こちらのコンパクトハウスですね、中のルームツアー行ってみたいと思います。玄関ドアはこのように引き戸なんですけど、ここはガラスになっているんですね。で、このガラスは中のシルエットとか夜でも見えないようなガラスなので、日中の光をきちんと入れることができると。はい、玄関入ってきました。この光景が玄関入るとすぐ広がっています。左手にはこちらですね、収納スペースがあります。扉を開けるとこのように洗濯機スペースになっています。上の棚には洗剤とか籠、そういったものを収納すると。そして反対側ですね、こちらの扉、このように今日用品を置く場所ですよね。掃除機を置いたり、普段は使わないキャリーケースなどを置くと。さらにこちらは姿見となる鏡ですね。はい、リビング来ました。左側の大きな窓はこのように開放的なはめ殺しの窓、フィックスですね。隣のこちらの窓は上げ下げができる窓なので通気できるようになっています。このようにちょっとしたね、カウンターを設置しているので、まあ、小物を置いたりとか、ディスプレイですね、
このような形にしてみました。上はもちろん吹き抜けの勾配天井になっています。非常に開放感ありますね。そして右手側には掃き出しの窓があるので、ウッドデッキなどをつければね、こちらに出ることもできます。基本的にこの部屋にはダイニングテーブルのみと。それでは奥の L 型キッチンを見ていきましょう。一人暮らしならばもうこれで十分ですよね。十分な広さになっています。そして冷蔵庫があって、こちら側にカップボードですね。広さ的にはね10畳弱なんですけど、一間になっていて上も吹き抜けになっているので、圧迫感もないですし、落ち着いた空間になったかなと思います。一人暮らしでここに住むっていうコンセプトにしてますけど、自分はねきちんと子供もおりますし、奥様もいらっしゃいます。そのためこれは本当に夢ですね。それではこちらの引き戸入っていきましょう。はい、こちら3畳の寝室ですね。寝るだけなのでね、ベッドさえ置ければ問題ないかなと。さらに日常的に使う洋服はここに収納できるので、しかもそんなに洋服をね持っていない人間なので、これだけでもね十分な収納力あります。この中を棚でね自由に区切ってあげれば収納力は結構あります。寝室を出てこう玄関の方を見てみると、こんなイメージになってます。その前にここの引き戸ですね、この引き戸入ってみたいと思います。洗面とトイレがあります。はい、こちら洗面脱衣室、そしてトイレと。一人暮らしならねこれで問題ないかなと思います。さあ、それではロフトの方に行ってみたいと思います。ここをロフトへ行く階段ですね。はい、ロフト上がってきました。ロフトは6畳ですね。このようなイメージになっています。今回自分がもしねロフトとして使うならということで、下はね畳にしましたね。畳に 2.5 人掛けの大きなソファーを設置、そして壁掛けのテレビですね。畳なのでね、下でゴローンとしてもいいと思いますし、疲れたらねこのソファーの上で休んでもいいかなと。もちろんロフトからね下の吹き抜けを見下ろすこともできます。ロフトから下を見るとこんな感じですね。ロフトになるので天井の高さはここが一番高くて 1.4 メーターになります。それでもどのように使うかっていうことを考えれば、この高さでもこの広さでも全然問題はないかなと思います。はい、ということで今回の間取りいかがでしたでしょうか。やっぱりこの間取り考察動画ってもちろん人それぞれなんですよ。人それぞれだから賛否両論あって当たり前と。やっぱり見てるだけで、考えてるだけで、この間取りを作ってるだけでワクワクするし、こう夢が膨らむんですよね。さらに今回の間取りは自分自身が今最も住みたいと思う間取りということもあったので、結構力を入れてこの動画も作っております。どんなにいろんなコメントがあっても、現実的にこの10坪とか13坪とかのコンパクトハウスを建てるお客様はかなり増えてきています。来年になると住宅ローンの金利が見直されて上がってきますよね。そうすると今までみたいな住宅ローンを組もうという方がやっぱり少なくなってくるんですね。毎月の住宅ローン支払い、例えば7万円だったのが7万8000円になってしまうとか、さらに光熱費も上がってきてしまいますよね。そう考えた時に、やはり建物のボリュームを小さくして月々の返済利率を少しでも下げていくっていう考え方がこれからの住宅には必要になるだろう。さらに言えばこのコンパクトハウスシリーズは1000万円台で建築できる建物になるので、ちょっとした高級車を買おうというイメージに近いと思うんですよね。住宅ローン35年、これに縛られないライフスタイル、これをね今後は提案していきたいと思っています。自分自身も住宅ローンを組んでいる人間なので、やはりね皆さんの考えることはしっかり分かります。月々の返済が何万円あってっていうのを35年もやっていくって現実的に考えた時に、それって豊かなライフスタイルが送れるのかどうかっていうところかななんて考えたりするんですよね。今日の動画を含めコンパクトハウスシリーズですね、いろいろなご質問ご相談あると思うので、概要欄の方にコメント入力お願いします。